はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。5時40分を回りましたですね。だんだん暗くなってきています。さて、中央日報を見てましたらこんな記事がありました。中央日報はお隣さんの保守系のメディアですね。今日9日の16時48分といいますから、まだ1時間経っていないですね。鳩山元首相、ユン大統領に韓日関係の先生になってほしいと言われたと。もう読んだだけであれですけどね、写真が出てまして、キム・ゴンヒさんとお話をなさっている鳩ポッポがですね、出てますけど、日本国内の親韓派に挙げられる鳩山幸男元首相がユン・ソクヨル、ソンヨル大統領に韓日関係の先生になってほしいと言われ、韓日関係を発展させるためにできることは何でも全てやりたいと考えたと話した。第20代大統領就任式に招かれて韓国を訪れた鳩山元首相は、就任式前日の先月9日にユン大統領と2人きりで会った席でこうした対話をしたと、アリランテレビのアリランニュースとのオンラインインタビューで明らかにした。アリランというのは向こうのメディアでしょうね。鳩山元首相はユン大統領を未来志向的な指導者と称えながら、条件のない対話で韓日関係を改善したいというユン大統領の強い意志を高く評価すると明らかにした。その上で韓日両国首脳が随時相手国を行き来しながら格式に縛られない実務会談を行い疎通するシャトル外交の重要性をにゃむにゃむにゃむと書いてあります。まあもうちょっと長いですけどね、相変わらずこの記事で、ハトポッポが大統領の就任式に招かれたというのはあの時のニュースにありましたね。で、まあ、また余計なこと言いにくいかなと思ったんですけど、まあ、あんまりこう不適切な発言は伝えられなかったんですけども、このニュースの通りにですね、ユン現大統領とですねお会いになってそんなことを言われたということがもし事実であれば、ユン大統領という方には何の期待もできへんなというふうに思いますね。ハトポッポ自体がですね、今日本国内ではですね、なんと言いますかね、誰にも相手されなくなってるじいさんなわけですね。誰にも相手されないから時々ですね、中国や韓国行って余計なこと言うてる、余計なことしたり余計なこと言うたりしてるんです。今いわゆる立民系の人たちでもですね、ハトポッポには近寄らないと思いますね。なぜかというとですね、余計なことに巻き込まれてですね、自分のイメージが損なわれる可能性があるわけなんです。ましてや自民党系の人たちは、元自民党ですよ、ハトポッポって元自民党なんですけど、確か田中派やったかな、元自民党なんですけど、自民党の人たちもましてや絶対 近づかないですし、日本のメディアもですね、右から左からですね、ハトポッポになんかインタビューするとかですね、いうようなことはほぼないでしょうね。というのはそれだけやっぱし日本人、日本人一般からですね、何あいつと思われてるわけですね。現役の総理大臣の時は宇宙人とか言われましたけど、英語ではルーピーと言われたんですね。なんかわけわからん人間という意味らしいですけど、まあそういう位置づけなわけでして、民主党時代、悪夢の民主党時代は2009年から3年間2012年まで続くんですよ。2010年からか10、11、12とほぼ3年間続くんですけど、悪夢の最初はこのおっさん長男かな、当時までおっさんで、もう今は立派なじいさんですけども、まあ1年でですね、当時のオバマ大統領に普天間基地のですね問題を俺は解決するって、最低限圏外とかってアホなこと言うて、トラストミーとか言って、お前のことは全然信じられない。まあだからですね、全くない外で信用を失って1年でですね、交代を余儀なくされたわけですね。その後、菅直人という、これも、ハトポッポ以上に最悪のおっさんでしたね。その時に不幸にして、日本はですね、東日本大震災に見舞われて、もう、なんていうか、もう、なんていうか、もう邪魔ばっかりしましたね。で、3番目の野田さんでやっとこう普通になったかなという感じですけど、いや、悪夢の3年間のうちの、初っ端がこのルーピーでしてですね、
でもうそれ以来、その後の総選挙2012年でもう俺は辞めるとか言うて、以来ただの普通の人なんですよ。議員ですらないわけでして、それがおとなしい人けいいのにですね、ちょろ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 あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ言ってですね、変なこと言うてるんですよ。もう上げればキリがないわけですけども、そんな人もですね、向こうのお隣さんには水洗いのいいことを言うたりしたりするんで、大好きなんですよ、お隣さんは。で、ポッポポッポ、おいでおいでって言って、で、餌もらえるわけですね。まあ、もろてんのかどうか知りませんけど、まあまあ、可愛がってくれるわけですよ、お隣さんや、中国は。で、ポッ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 と出かけていくわけですけども、まあ余計なことすなって感じですね。もうその辺でポッポポッポしてたらええねんね、本当にもう。とりあえず国内ではほぼ誰にも相手されていない、元首相としては一番多分皆さんが近寄りたくない相手ではないかなと。で、その人を、まあ、読んだと、まあ、多分面識はなかったと思うんですけども、多分お隣さんにとって非常にこう当たりのいい人物であるということで呼ばれたんだと思うんですけど、それでもってその人に韓日関係の先生になってくださいって言うんです。もしね、本気でそういうふうなこと言うてるんやったら、全くこうユン・ソンニョル政権には何の期待もできないですね。間違った方向に進もうとしてると思いますし、日本という国に対する理解があまりにも浅いというか、間違ってる、誤ってるというふうに思いますね。なんて言いますか、招待リストを作ったのはですね、大統領になる前なんでですね、まあ、その辺の外交ブレみたいな人が、日本からはこの人とこの人とこの人というと中に、まあ、要は当たりのいい人ばかしを読んだんでしょうけども、もしそのまんまですね、そのスタイルで外交をなさるというんであれば、何の期待もできないですね。むしろさっきも言いましたけど、どこかでですね、外交交渉が行き詰まった時にですね、その交渉内容が漏れてですね、なぜね、お隣さんというのは秘密を守れない人たちなんで、これは秘密にしましょうねって言うたら、さっきから記者会見するような、そういう経験を日本の外交当局は何回もしてるわけですね。だから、交渉内容が漏れてですね、それで向こうの国民が激高するなんていう場面が あると思います。まあ、むしろそれが目的で彼らはですね、国内世論がとかっていうことを目的にばらしたりするわけですよね。自分たちの有利な交渉をできるであろう世論が沸騰するような内容をですね、ばらしたりするんで、もう交渉の過程でそういうことになるとですね、かえって悪くなるわけでして、そもそもその、今のこの両国間のですね、問題の構造はですね、もう解決しがたい構造なわけですよ。だから非常に超法規的な方法を取らないとですね、解決できないにもかかわらずですね、こういうしょうもないポップを読んでですね、韓日関係の先生なんて言われて、もしそれを本気で言うてるんやったらですね、もうこれは危ういですね。またこれから5年間ですね、非常にですね、まずい時期がまたやってくると。まあ面白いんですけどね、私にとっては。やってくると言わざるを得ないし、またボイコットジャパンとかって、なる可能性も十分にありますね。むしろその可能性の方が高くなってると思いますね。今、盛んに言われているのは、今月末にですね、ブリュッセルかな、違う、マドリードか。マドリードで NATO の会合が開かれると。そこに日本から、日本の岸田さんが呼ばれてる、まあゲストでしょうね。オブザーバーで呼ばれてて。ほんで、お隣さんのユン・ソンニョルさんも呼ばれているというような状態になっていてですね。マドリードで、この二人の首脳会談はあるのかということを盛んに向こうのメディアが言ってます。日本のメディアは、まあ、あんまり言いませんけども、どうでしょうね。岸さんってね、お隣さんには割と冷たい。というか、自分、任意言うようなのはされてますからね、2015年に、日韓慰安婦合意というのをですね、結んだ先から、一生懸命汗をかいてですね、握手して、やったーと思った途端に、あれ、破棄されても、破棄というか、まあ、実質的に保護にされてますから、かなりそれでですね、岸さん、割合恨み深い人間のようでございましてですね、真面目な反面、そういうところはきっちり覚えていてですね、恨み深いわけですね。ですんで、そう甘い顔はしないと思うんですけども、向こうは非常に期待をしてますね、マドリードで首脳会談で。首脳会談やったら会見すると思ってるところがね、私に言わせば違うんですよね。首脳会談よりもその問題の基本構造を木村がどうやって解決するのという世界ですね。まあ彼らはそういうふうに短絡的に考える人々でございます。
貼りませんので、探してください。中央日報でございまして、鳩山元首相をユン大統領に韓日関係のせん、あ、ユン大統領にそうですね、韓日関係の先生になってほしいと言われたという記事でございました。私最初の3分の1ぐらいを読ませていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。